メディアを再生するチャップリンの失恋。チャップリンの失恋は、チャーリー・チャップリンの餌に餌における6作目のサイレント映画。1915年公開。チャップリンが餌に餌のカリフォルニア州のナイルズにあったスタジオで撮影した最後の作品である。チャップリンはこの作品以前にもおなじみの放浪者を演じていたが、今日よく知られている心優しい放浪者というキャラクター像は本作において初めて登場したものと考えられている。実際に本作では放浪者が自分よりも他者を思いやる場面や物悲しい結末など、それまでの彼のスラップスティック調のキャラクター像からの脱却が伺える。共演はエドナ・パーバイアンスほか、屋外の場面はすべてナイルズ周辺で撮影された。放浪者がある農場の娘に恋をし、一家の農場で働き始める。万事順調に見えたが、ある日娘に婚約者がいることを知り、放浪者は自分が一家の厄介者にならないよう、一人寂しく去っていく。農場を去る彼の後ろ姿は、スキップしたりステッキを振り回したりと、まるで彼の元来た場所へ戻るのを喜んでいるように見えるのだった。ありがとうございます。